おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回ね、何をやっていくかといったお話なんですが、とりあえずまずはね、レジェンドマッチのお話ししていこうかなと思います。でレジェマやった後にね、ガチャ動画ありますので、それくっつけてね一緒にお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。ってことで早速やっていきましょう。今回のレジェンドマッチね、ストニコフでございます。性能だけで見たらめちゃくちゃ優秀、総合値8555で、もちろんねこのままいったら9000は乗りますよね。で能力値見るとこんな感じ。サイドの選手にしてはね、ドリブルパスの能力値が低いかなというのが、正直な感想ですね。フィジカルがすごい両方高いんですけれども、まあ、こうやって見てしまうとね、なかなかちょっと活躍は難しいかなと。ドリブル低い、パスも低いサイドの選手って珍しいですよね。ただ高校持ちです。他選手と連携つながりにくいけれど、オフェンス能力中アップ、このオフェンス能力中アップのいうことでドリブルパスも上がるんですよね、ここからね。なので、まあ、そんな悲観しなくてもいいかなと思います。で何よりもね、この無料で、まあ、これだけの性能も、これだけ歩行持ち、回復持ちっていうね、すごい優秀な特徴2つ。回復があるおかげで1試合通してね、ストニコフ使うことできるので、選手交代もいらないですし、歩行があるのでオフェンス能力も高いと。で、まあ、ちょっとフィジカル高いのが残念なんですが、まあ、シュートは申し分なし、ドリブルも優秀ですね。移籍特訓なんかでね、ドリブル A とか持ってくるといいんじゃないかなと、個人的には思います。で、スキルはシュート、そして珍しいですね、ヘッドということで、サイドの選手なんですけれども、ヘディングを覚えております。まあ、ドリブルとパス、ドリブルとクロスとかを覚えさせるといいのかなとも、まあ、思いますが、そこはね、まあ、皆さんのお好きなように作っていってください。ただ、ドリブルね、パス、ちょっと能力値微妙なので、そこだけやっぱりまあネックなのかなと思います。で、レジェンドマッチやっていく上なんですが、今回ね、おすすめのフォーメーションコンボは、私はね、個人的には、こちら、対極戦士でございます。ボシャンム監督の対極戦士、何度前これおすすめなのっていう話なんですが、まず純粋にシュート、そしてパスカット上昇と、コンボ効果が優秀なんですよね。で、まあ、星4監督をね使った方がいいのはもう100も承知なんですけれども、まあ、なんといってもレジェマってね、この侵入のこいつが、新参のこいつが連携線つなぐ場でもあると思うんですよ。はい、周回していく中で連携線がつながってくるっていうのが、まあ、やっぱ一つのなんていうのかな、まあ、いいところというかね、求められていることかなと思うんですが、ってなった時に中央突破の星4フォーメーションでレフトウィングに置けるフォーメーションってないんですよね。ルーク・オクドゥブラボールは、いませんし、そもそもウィングがロスカ・ペテロスのこっちはテクニカルドリブラーでフィニッシャーを置けないし、バルダムレーラはそもそも前線2人なんでウィングが置けないということで、ストニコフのね、連携線を起用、つなげたいと思ってストニコフを起用するのであれば、必然的に左が自由な3トップを使うしかなくなるわけで、その中でおすすめなのがこの対極戦士といったわけでございます。はい。で、まあ、あとね、まあ、個人的にはルーコクデブラボールのね、ところで、順適性ポジでセンターフォワードがあるので、そういう起用の方法をしてもいいかなと思うっちゃ思うんですけれども、まあでも正直いいでしょう。まあまあまあ、それだったらまああんま変わらないでしょうっていうところでね、こちらでおすすめをしております。かなり安定して勝てますし、いや私もこれスモーリンがここにいちゃってるせいで守備力弱いんですけど、それでも、ね、なかなか失点もしません。本当に安定して勝てます。特に今回のレジェンドマッチ、ストニコフもすごい優秀なんですが、新監督も来てますからね。またポゼッションね、メイヤールアルメドール、言いにくい、メイヤールアルメドール、まあ、新監督も来ているので、まあ、この新監督もね、まあ、ぜひぜひ使っていきたいかなと思うところではあるんですが、やっぱ中央突破ということで、まあ普通に対局戦士使うのがいいのかなと思います。まあ、どうなんでしょうね、このメイヤールアルメドールね、サイドバックがすごい高いポジションを取る 4-3-3 ではあるんですが、守備的にどうなんだろうっていう、まあ、懸念も個人的にはなきにしもあらずでございますけれどもね。はい。ってことでですね、ぜひ試しにね、ストニコフの連携戦つなげたい方は対極戦士試してみてはいかがでしょうか。ちなみにね、純粋に勝つだけだったらマジでルーコクドゥブラボールが強い。もうマジで強い。だからもうルーコクドゥブラボール一択でしょってくらい、ルーコクドゥブラボールが強い。
というのもですね、よいしょ、やっぱルーコック・デュプラボールのいいところって、まあ、これ対局戦士1万5000しか上がらないのに対しルーコック・デュプラボール3万6000も上がるんですよね。まあ戦術指導レベル3かな、相性がいい、戦術に対してなんか総合値がダイアップするみたいなやつがあるじゃないですか。ちょっと待って、褒めたんだけど1点しか取らなかったんだけど、ね、普段はこんなことないんですよ。普段はね、もうルーコック・デュプラボールはすごい活躍してくれるんですけど、本当にこの総合値のね、大きな上がり幅っていう意味ではルーコック・デュプラボールがいいんじゃないかなって思うんですけど、なんだ本当にマジであれかな、ポジエでやってないからかなって言い訳をちょっとさせていただくんですが、やっぱね本当に安定して勝てます。うん、特になんかルーコック・デュプラボール失点少ない気がするんですよね。で、対局選手も点は取れるんですけど、まあ結構ね失点をしちゃうんですよね、対局選手だとね。そこが若干ネックかなとは思うんですが、まあ、今回は無料10連のおかげで、ボーナスポイントを持った選手たくさんいると思うんですよ。サウールだったりストロートマンだったり、誰だっけスモーリンかがいると思うので、やっぱりねそこまで以前よりはポイントを気にせずに、レベル上げですとか連携戦つなぐっていったことを目的でやりやすいのかなと思いますので、ぜひぜひね、あんまり、連携戦つながらないフォームで挑むよりは、特に無課金の方ね、課金してる方はきっともうアザール監督持ってるのでストニコフなんていらないと思うんですけど、無課金でね、どうしようかなって思ってる方とか、ストニコフね、ポゼッションのレフトウィングも固定にするんだみたいな方はね、ぜひぜひ連携戦つなぐこと大切ですので、騙されたと思って繋いでみてください。で、この試合見てても分かる通り本当にね対局選手強いんですよ、めちゃくちゃ強い。で、本当にレフトウィングにストニコフを置けるっていう強みありますので、ぜひぜひね、悩んでる方このフォーメーションコンボを使ってみてはいかがでしょうか。マジで勝てるでしょ、でマジで点取れるでしょ、本当に強いんですよ。うん、これ褒めたらまだ点取らなくなりそうだけど、でも本当に優秀でございますってことでね、こんな感じでレジモンのお話させていただきました。ちょっとねストロジャーガチャの動画ありますのでね、皆さんガチャの結果どうだったですか。メッシ手に入った方もね、入らない方もまだまだ期間ありますので、諦めずにメッシ引いていきましょうってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではガチャ動画どうぞ。はい、それではねガチャ引いていきましょう。いやいやいや、緊張するね。うん、まず10連目、いやー、星5確率 10% の特別獲得枠が設けられている今回のガチャなんですが、もうちょっとねゆっくりねまとめて引こうかと思ったんですが、とりあえずまず10連いってみようと。さあ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 、メッシ、デブライネ、オブラクはいいや、メッシ、デブライネ、あとはでもその2人かな。デブライネはね、もうずっと言ってる通り、私のザコデブライネさんを、ちょっと欲しくかと思った。ザコデブライネさんを改善するために、強デブライネさんが欲しいのと、まあ、ちょっと今回のメッシ引かないわけにはいかないでしょうと、思うところでございます。さあ、ラウール・アルビオル。いや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 、欲しすぎるね、メッシね。まだワンチャンデブライネいらないからメッシ欲しいかな。いや、デブライネも欲しいね。デブライネ、メッシ、あとオバメが来てくれたらすごい嬉しいけど、オバメの場所はムバッペがいるからね。まあまあかな。他はそんなに欲しいのいないんですよね、今回。とりあえずマジ2人だけ欲しい。さあ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 。いや、来ないね。ステピンスキー、マウリ、マリウシュ、言いにくいな。いやー、マジでやだ。頼む。星さんか。ドメルヘメド、イスラエルですね。いやー、いらん。いや、マジで。違うか。いや、まあ、いやだね、この星4のさ、このポストイットとかね、3つ貼られると星5じゃないのって思っちゃいますよね。ハリー・ウィンクスね。来い、頼む。来い。誰？バイテン。読めない。やめとこ。いや、マジで、マルティーニガチャの二の舞だけは避けたい。本当にもう、あれはマジでトラウマ。二度と嫌だ。今回300連したらね、絶対メッシ手に入るので、ワンチャン最悪それでいきましょう。最悪ね。さあ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 。緊張する、マジで。いや、来ないね。そろそろ終わりじゃない、これ。ラッサナファイ、いらん、即コインに変えるわ。いや、来い。おマジか。特別獲得枠って、特別獲得枠って出てるんだけど、
え、これ何？必ず星5が出るの？違うよね。いやいや、10連目でこれですよ。いやいや、マジでやばい。いやいや、これは嬉しいね。はい、ってことで無事に10連目で、ね、ちょっと録画できてるか確認しちゃったけどね、ケビン・デブライネ手に入れることができました。マジで嬉しいね、これは。これは本当に嬉しい。いや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 、めちゃくちゃ嬉しい。あれ、特別獲得枠はなんかピンク色の付箋がね、あ、分かりやすいね。特別獲得枠がどこか、もうそんなのどうでもいい。野生の嗅覚、そしてマークマスター持ちと、いやでも、あ、そっか、 A ランクもスタミナダウンスキルなんだ、やばいね。ってことで、とりあえずね、まず1人デブライネ来たんでね、この調子で、メッシも当てていきたいと思います。ってことで、ご視聴ありがとうございました。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。